こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはラビニア・フォンタナ。綺麗なスタートを切りました。ダークセルナード前に行きそうです。ダブルレッド、それに続いています。さらにはイタリアンプレイ14番ラビニア・フォンタナ、その後ろ。それでは先頭から。先手を取ったのはラビニア・フォンタナ。内からはウルフ・ハウンド、青の帽子、ダークセルナード、その後ろ。すぐ隣にイタリアンプレイ、好位置をキープしています。桜爆心王、すぐ後ろにメルシー・ツイスト、サンライト・ジャッジ、そのうちに続いています。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭に立った。桜爆心王先頭。2番手はラビニア・フォンタナ、懸命に追いすがります。やはり桜爆心王先頭だ。あと 200m。 桜爆心王先頭だ。差を広げる。2番手はラビニア・フォンタナ。桜爆心王今ゴールイン。段違いの強さです。桜爆心王1着、2着はラビニア・フォンタナ。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。桜爆心王、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ先行争い、何が行くんでしょうか。ウィンドワンダー前に行きそうです。トモエリージェント、それに続いています。さらにはシャイニングマジック、7番パッションミラクル、その後ろ。ヤマニンゼファー、後ろからになりそうです。前に戻りましょう。トモエリージェント先手を取りました。並んで11番ウィンドワンダー、その外にビーナスクラフト、ダンツシアトル、好位をキープ。その外にシャイニングマジック、マニックトップ、そのうちに続いています。その隣にザフォニック、パッションミラクル、そのうちに続いています。すぐ後ろにドクターポラリス。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭は依然としてロモエリージェント、まだ粘っています。シャイニングマジック、ほとんど差がありません。ウィンドワンダー3番手。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭はシャイニングマジック、ダンツシアトル先頭。2番手はシャイニングマジック、追いすがる。やはりダンツシアトル先頭だ。あと 200m。 ダンツシアトル先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。ダンツシアトル粘る。ザフォニック迫る。ダンツシアトル、ダンツシアトル1着、2着にはどうやらザフォニック。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ダンツシアトル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはハトゥーフ、イタリアンウィッシュ。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してハトゥーフ鼻に立ちます。その後ろからはシェルフォール、この馬も上がっていく構えです。さらにはファンモア10番イタリアンウィッシュ、その後ろ。プレンティーオブグレイス、どうやら後ろからになりそうです。もう一度先頭からファンモア、先手を取りました。すぐ後ろにイタリアンウィッシュ、さらにはシェルホール、その後ろにシリウスコマンド、オレンジの帽子イエローリープ、その後ろ。その外にハトゥーフ、これに続くのがハイラ
ラスシグナル、すぐ後ろにエアランサー、その隣にクリスマスブローリー、その横にスピークセゾン、後ろからの競馬になりました。イクノディクタス、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。しんがりからオレンティーオブグレイス、 1000m を通過、少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から、さあ先頭はベスト K ポイント、ハトゥーフ、ほとんど差がありません。イエローリープ、3番手1番イクノディクタス、差を詰めてきました。一気に先頭を捉えるか、ここで先頭に立った、ハトゥーフ、ハトゥーフ先頭、引き離しにかかる。2番手はファンモア、懸命に追いすがります。ハトゥーフ先頭、残り 200m、 ハトゥーフ先頭だ、リードは1馬身、後続の足色はどうか。一気にイクノディクタス、外から一気にイクノディクタス、イクノディクタス、イクノディクタス、1着、2着にはどうやらハトゥーフ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。イクノディクタス、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちら川崎競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました、旭キャッシュ、これは遅れてしまいました。さあ先手を奪うのはどの馬か、フラシャトル前に行きそうです。ライブリマウント、それに続いています。さらにはバイオスウォード、7番スピークルート、その後ろ旭キャッシュ、後方からの競馬。それでは先頭から、先頭はなんとライブリマウント、場内どっと湧いています。赤の帽子ナシアンリビッグ、その後ろ、その外にバイオスウォード、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。先頭に戻りましょう。先頭はなんとなんとライブリマウント、場内も大歓声。その後ろにナシアンリビッグ、さらにはバーボンスピード、並んで13番ホールグリーン、オレンジの帽子フラシャトル、その後ろすぐ隣にスピークルート。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭は依然として1番ライブリマウント、2番手はナシアンリビッグ。さあライブリマウント、逃げ切れるか。短い直線に入って後続は届くかどうか。ライブリマウント先頭、2馬身から3馬身のリード、2番手はフラシャトル、懸命に追いすがります。後続は大きく離れた、2番手はフラシャトル、ライブリマウント独走、ライブリマウントぶっちぎりです。ライブリマウント1着、2着はフラシャトル、やはり中央の馬が強かった、勝ったのはライブリマウント。阪神競馬場、発走の時刻が近づいてきました。2歳牝馬の頂点をかけた戦い、阪神ジュベナイルフィリーズ。
芝 1600m は桜花賞と同じ舞台、来年のクラシックを占う意味でも重要なレースです。さあ最後は大外枠のフェームバーン、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。エアーベル好スタート、綺麗なスタートを切りました。シンデレラコーラル前に行きそうです。シンデレラコーラル釣りかけていきました。マチカネサンダース、そのうちに続いています。内からはマリオンビーチ、その外からイージートップ、その外にアグネスパレード、緑の帽子カフェシューズ、その後ろ内からはシルクダブリン、並んで9番バンダムダンサー、すぐ後ろに騎士アマゾン、後ろからの競馬になりました。ローブモンタント、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。その外にステージピーク、さらにはフェームバーン、その後ろにミレニアムアカネ、ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。さあ先頭はメローフルーツ、マチカネサンダース、ほとんど差がありません。ローブモンタント、いい位置です。先頭を捉えにかかります。4コーナーをカーブして、さあこれからです。メローフルーツ先頭、差はほとんどない。2番手はアグネスパレード、先頭を捉えるか。あと 200m、 後続を引き離す。シアマゾン、足色は衰えません。シアマゾン先頭、2番手はメローフルーツ、シアマゾン今ゴールイン、段違いの強さです。シアマゾン1着、2着はローブモンタント、これが世界の実力だ。シアマゾン、Thank you.